はい、皆さんこんばんは、ブルーです。今回はマリオカートツアーパート97、今回は後半戦、ベイビーマリオカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まず最初は RMX マリオサーキット行き、今回は、キーマリオで行きます。ベビーマリオですね。で、朝のヨッシーです。のマシンで、こちらの方で行きます。さあ、RMX マリオサーキット行きです。さあ、どんなレースになるんでしょうか。まもなくスタートです。3、2、1、いけー。さあ、そしてドリフトでスーパーサッカー、スーパーインターボで飲み取って稼いでおいてやろ。それでは第2戦に行ってみよう。第2戦はピーチサーキット X。 もちろん使うのピーチで、こちらのマシンでハンマーマックスできた。さあ、任天堂の64のピーチサーキット X です。さあ、今回はダンプライダーがたくさんいますね。このままくスタートです。3、2、1、スタート。さあ、ジャンプ台を使ってポイントを稼ぐ、ポイントを稼ぐ、稼ぐ、稼ぐ、稼ぐ。ここはじっと、ダンプで作る、稼ぐ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 、
それでは第3戦いってみよう。第3戦は RMX レインボーロード 1X。 一回今度いきます。やるしかないさあ、便利なのが多いので RMX レインボーロード 1X。 どんなですね、アルフスタです。それではラストのレース行ってみよう。ラストはくぐってリング。さあ、決めるキャラマシンドライヤーでクリアの予想。さあ、何もですね、くぐってリングはリングをくぐるだけじゃなくて、さまうことも大変なんだ。さあ、なんかもなでも大変大変だよね。言うだけじゃないよ。ただこういう風にここを増えるだけなら大丈夫です。今ロケ会場はね、あの、こうやって走るだけが、あの、しないんでね、そこの上に動くところもあります。ここを読んで、そしてここ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 読んで、
はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次回のマリオカートツアーでお会いしましょう。さようなら。